夫は、ルーマニア出身の作曲家、マルセル・ミハロビーチ。喫水のパリジェンヌで、パリ音楽院で、ジョゼフ・モルパンとラザール・レビューに支持し、1927年に主席となる。ルドルフ・ゼルキンや、ロベール・カサドシュのもとでも研鑽を積んだ。世界中で演奏活動を続け、とりわけ、ドビュッシー以降の20世紀音楽の演奏で名声を得た。また、 アレクサンドル・チェレプニンのピアノ作品集なども残した。アースは第一次世界大戦後に教育を受けたフランス人ピアニストの多くと同じくロマン派の作曲家を避けたレパートリーとフランス音楽の意味深い演奏が特徴的である。フランソワ・クープランやジャン・フィリップ・ラモーの楽曲がハイドンやモーツァルトの作品と並んで定期的にプログラムを飾った。反面、 ロベルト・シューマンの作品やフレデリック・ショパンの練習曲も例外的にレパートリーに取り入れていた。とはいえモニク・アースの名は近代フランス音楽の弾き手として最も記憶されている。12の練習曲や前奏曲集を含むドビュッシー作品の録音はグランプリデュディスク賞を受賞している。ラベル作品ではピアノ独奏曲だけでなく2つのピアノ競奏曲を録音しており、 特に、ピアノ競争曲と、蝶々は2度録音している。バルトークベーラの作品の解釈でも著名であり、1日違いで、バルトークの、ピアノ競争曲第3番の世界初演の栄誉を、一した。フランス人以外の作曲家で、アースの関心を引いた、もう一人は、パウル・ヒンデミットであった。アースは、ヒンデミットのピアノと弦楽のための組曲、4つの機質。 の意義深いい録音を残しているアースと同世代のフランス人ピアニストはマルグリット・ロンに関連した演奏様式から離れつつあった。アースの場合は古いフランスピアノ楽派の明晰さや正確さとコルトーの影響力を物語る暖かな音色とを両立させている。アースの情緒に溺れない解釈はとりわけドビュッシー・やラベルにおいて作品の多様な解釈を表し、 現代的な要素と、クープランラ18世紀クラブサニスとの伝統の後継者という要素とを打ち出している。ラベルのピアノ競争曲と蝶々の二つの録音において、アースは魅力的な違いを示している。1948年に作られた古い録音では、ジャズや20世紀の音楽との結びつきが重んじられているのに対し、1965年に作成された録音では、 ラベルが作曲時に打ち明けたところのモーツァルト的な性格が映し出されている。ありがとうございます。